都市のビル街に漂う悪臭が新しい都市郊外としてクローズアップされています。ビルの地下階で排出される汚水は一旦ビルピットに貯留されます。それが長時間滞留することで腐敗が進行、公共下水道に排水される際に悪臭が発散するのです。そのため下水道法施行令が改正され、全ての新設および改築物件にビルピットへの周期対策が必要となりました。周期対策の一つがビルピットの罰機攪拌です。槽内汚水中に空気を送り込み、罰機攪拌することで硫化水素の発生を抑制、悪臭の原因を元から断つのです。そこで新明和工業がおすすめするのがビルピットレーター JB、JBF シリーズです。ビルピットレーターは吸い込んだ空気をジェット水流とともに噴出し、槽内の攪拌と罰機を同時に行います。水中に微細な気泡を拡散させると同時に槽内に水流を起こし、堆積汚泥やスカムの発生を防止します。ツインディフューザ方式の採用により、ビルピット内をジェット水流で広範囲に罰機攪拌し、効果を高めます。こちらがビルピットレーターの導入効果です。悪臭の主成分である硫化水素をビルピット、公共汚水マスともに不検出レベルまで大幅に削減、周期の指数値を守り、悪臭問題を発生源から解決します。ビルピットレーターの水位は255mmから 3000mm まで対応可能、広い範囲の水位で罰機攪拌ができます。既設のビルのマンホールを改造することなく取り付けられます。また据え付け工事は給気管の穴開けなどの必要がなく、ケーブル取り出し穴だけのため簡単に行えます。用途に応じて様々なタイプをご用意。デパート、ホテルなどの商業施設から公共施設、空港ビルなどの大型施設まで幅広く対応します。ご依頼により弊社にて機種選定計画書を作成いたします。ぜひ弊社営業またはホームページへお問い合わせください。